キャンディーズがオープニング。はい、そうですね。風も収まって素敵な青空が広がって、今日北陸上の方も素敵な場所でいっぱいです。3月最初のモップ虫であります。そしてレギュラーは素晴らしい人で頑張っている10。なんと、はい、なんと早速10位からいってみましょう。まあ、サムちゃん今日は嫌に走っておりますね。はい、それは僕だって男ですよ、あなた、はい、今日のゲスト見れば張り切らない人はいませんよ。なんつったってですね、クミコでしょ、はい、ティファニーでしょ、はい、マチコでしょ、キャンディーズちゃんがですね、今日で銀座になるからお別れなんですよ、ね、急に元気がなくなりましたね。でもね、口づけなんか別れの口づけしてくればね、元気出そうな感じが。言い返してください。まあ、とにかく今日はですね、まあ、今日で銀座なうとはお別れのキャンディーズ、このキャンディーズ中心でお送りしますので、はい、お楽しみに。それでは早速今週のベスト10に参りましょう、はい、さて今週の第10位は、今夜は返さないチープトリックがですね、突っ込んでまいりました。ドーンと、はい、すごいのよ。チープトリック4月の来日が本当に楽しみですね。はいはい、甘い罠についてトンチキロックの第2弾、今夜は返さない、いかにもチープトリックらしいタイトルでありますね。さあ、今年の春はチープトリック旋風が待ち遠しい。キャンディーズも言っております、春一番。はい、そんなわけで今週の第10位、今夜は返さない by チープトリック。今週の第9位は、はい、ターントゥーストーンイエローが来日のあおりで突っ込んでまいりました、はい、すごいの、なんの、まあ、とにかくすごいステージでしたからね、はい、武道館にこうレーザー光線がこんな感じでビョンビョンやってましたけどね。僕なんか上ばっかり見ておりまして、はい、上参ります、こればっかりであります。まあでも本当にあの首がこうやってなんか痛くなりましたけど ね、もうもんにみしちゃおう、まあ、久しぶりに見せるステージでした、はい、そして今週の第8位は、テイクアチャンスアバがまたまたアップであります、はい、アップアップ大アップ。ご覧の通り大変にファッショナブルなアバですね。儲かれば洋服も買える、これを実証しております。まあ、なんかそこにすぐ話題がいきますが、まさに現在波に乗っているアバ、テイクアチャンス。今週の第7位は、伝説のチャンピオンクイーンがちょいダウンであります。そして今週の第6位です。はい、ハートで歌おうローラーズがまだまだ頑張り通しております。強いですね、とにかくローラーズファンにはまたね、次のシングルも大いに楽しみにしたいところです。新曲楽しみ、そして今週の第5位は、はい、愛はきらめきの中にビージーズがダイブであります。はい、いい曲、ここでサムちゃん、はい、ビージーズついにやりましたですね。はい、ついにシャンメンメンハッチとうとうグラミー賞で最優秀ポップグループに選ばれました。拍手、ね、まあこの現在の活躍を見れば、まあ当然の結果はそうです。ハーモニー一筋15年、はい、牛丼一筋80年、これは吉野家ですね。何ですかそれ。
いいんですよ、美味しいね。まあ、本当に大いにこう拍手を、ね、送りたいグループですね。あなたの場合は、はい、女一筋20年とこういきたいですね。でそして今週の第4位は悲しき願いサンタエスマニアドさんがワンツージャンプ、はい、これ読みにくいのよね、まあ、こちらもものすごい売れ行きですけど、ね、しかしですね、はい、この曲がヒットしたのは今から15年前のです、はい、13年前の1965年。こういうことは小学校1年生の折りというわけで、なんとおっしゃるかを、はい、この大嘘つきがおっしゃいます。キャンディーズさんはその頃何してましたか？勉強に夢中でした、はい、歌に夢中でした、はい、男に夢中でした。なんちゃって、またしてもキャンディーズからかわっておりますけど、しかし、はい、サムちゃんメガドに参りました。はい、行きましょう。ですから、ね、今週の第4位悲しき願い、はい、演奏はもちろん MMP、はい、もう太めのチャッピーが痩せようと頑張っております。これぞ悲しき願い、発売日4月5日です。レッツゴー。You know that, know that love is always great angel. Sometimes in love, let's be to be proud. I'm just a soul who depends on the truth. Oh no, please don't let me be misunderstood. 涙が落ちるのを拭いもせず Show. Goodbye, Candy! お別れなんですけども、ね、まあ、キャンディーズといえばですね、はいはい、演歌からヒットポップスからいろんなヒット曲からです ね、向こうのあちらの外国のポップスをどんどん取り入れてる素晴らしいグループ で、ポップインポップスのベスト10の、ね、はい、曲とかいろいろよくやってもらいましたけれどもね、本当、まあ、残念なんですけれども、ね、最近皆さんどんな歌が好きなんですかね、どんな感じの歌。じゃあミキちゃんは、はい、やっぱりなんといってもソウルっぽいのが好きです。あ、なるほどね。サーデュークなんかねすごいんですけれども、じゃあランちゃんは。そうですね、やっぱりソウルも好きだけどこう、はい、イーグルスとかいう軽いロックも好きです。ロック系がランちゃんは好き。はい、すーちゃんは。私
最近では、あのボズスキャックスみたいな。おや、ボズスキャックス。素晴らしいですね。素晴らしいです ね。なんかさて、はい、さて最後はですね、あの4月4日ですね、後楽園のコンサートが。皆さん行く人、行く人はもうあっち全員みんな行きます。はい、さてここでですね、本が出ました。バイバイキャンディーズというかわいいの ね。もう持ってるそうです。もうみんな持ってる。800円で発売されてますんで、はい、のでキャンディーズの、じゃあ今日はね、これから目いっぱいあちらさんのポップスの音を使っていただきましょう。ね、キャンディーズポップスヒットメドレー、どうぞ。
1曲目が、はい、ダンスダンサーズベイシティローラーズね、はい、2曲目がイザベルブルーノグリマルディ、それから3曲目が、ねイアン・ミッチェルとロゼッタ・ストーンの、はい、あの2人のパラダイスの B 面ですね。ね、なるほどね、もうキャンディーズ本当になんかこう曲の先取りなんかもすごく可愛かったのね。素晴らしかった、はい。この後ですもまだキャンディーズどんどん出ますんで、出てきますのでお楽しみ に、はい、お次はこれです。ポッキーベッリーポッキーンズベスト10、いよいよベスト3の紹介です。さて今週の第3位はヘイ・ディニー・ショーン・キャシリーがベスト3入りであります。はい、頑張ってます。すごいですね。残念ながらグラミーの方ではね、新人賞ちょっと逃しましたけれども、といえばサミちゃん、来週はいよいよそうスペシャルでグラミー賞をねバッチリ特集しますんでお楽しみに、はい、ショーン・キャシリー早くね来日してほしいもんであります。そうですね、はい、それでは参りましょう、はい、今週の第3位ヘイ・ディニー by ショーン・キャシリー。すごい。夢の旅人、ポール・マッカートニーとウィングス、キンタイヤがまたまたアップであります、はい、しかしイギリスでは空前の大ヒットですけれども ね、 すごいですね。ポップティンポップスでも最近じわじわとこんな感じです、はい、マル・オブ・キンタイヤは私が一番気に入ってるタイトルであります。そうですか。なんつったって男なら分かります。女の子にしか分かんないのはリリックです、さっぱり分かりません。参りましょう、今週の第2位夢の旅人 by ポール・マッカートニー and ウィングス。チャートと皆さんのリクエストカードを総合して厳選なシーズンを経て決定した今週のナンバーワン、はい、2人のパラダイス、すごいですね。先ほどキャンディーズちゃんたちが歌った B、A 面がこの曲でありますね。はい、そうですね、はい、参りましょう、今週のナンバーワン2人のパラダイス by ヤン・ミッチェル and ロゼッタ・ストーン。
てですね、いよいよキャンディーズ銀座ナウでお別れでございますね。一つ皆さんどうも1年間、1年間じゃないですね、長い間ありがとうございます。キャンディーズに拍手。それじゃあ、ランちゃん、最後に皆さんにキャンディーズを代表して一言お願いします。はい、本当に今日でもう最後だと思うとちょっぴり寂しいんですけど、本当にこの銀座ナウは楽しい番組だったし、本当に良かったなと思っています。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。キャンディーズの皆さんでした。それでは新曲歌ってみたでしょうね。お願いします。微笑み返しです。お祝い返し